回はこちら、新人絵本作家の世界。絵本作家としてデビューするために書店員になった女、有林堂横浜駅西口店、沼野真希さんです。お願いします。お願いします。沼野どちらなんですか、ご出身は。宇都宮の出身になります。宇都宮に沼野村が集落があるんですよ。全て沼野さん。今日は何ですか、珍しい名字の世界です。違う、どういうことなんですか。絵本作家としてデビューするために書店員になったって、もうデビューされてるんですか。しました。コルプ出版から出ているかくれんぼハウスへようこそです、はい、新しいお家に猫ちゃんがやってきました、はい、ドアを開けると動物が隠れています。キツネですか。そうです、ここにキツネが隠れています。そういった形で探していく絵本になりますね。私自身がお部屋の家具とか大好きで、好きな棚とかソファーとか海外の資料を集めて描きました、はい、書店員であることのメリットとかあるんですか。絵本作家っていう職業ってどうやったらなるかわからないじゃないですか。ああ、私もなりたいんですけど全然わからないです書店員になって自動書売り場で働いたら絵本の勉強もできるし、出版社の方と話せる機会があるかもしれないと思って有林堂に電話して面接して、絵本作家になりたくて書店で勉強しながら仕事したいっていうのはもう伝えていて、はい、そこからアルバイトで入社しました、はい、じゃあ結構すぐに自動書担当になってって感じですか。それが全然慣れなくて。え、その面接したやつは誰ですかどこに配属されたんですか。雑誌です。はぁ、どれぐらいですか。2年。なんそっから次自動書だよみたいな。いや、まだ。え、その後はコミックとか文芸を1年ぐらいで、その後に語学賞を。全然違うじゃん。その後は医学賞に。もう医学賞の次は来るでしょ。医学賞の次が自動書に。ああ、よかった。苦節7年ぐらいですね。ちっちゃめの動物だったら死んでますよ自動書の担当になって、その時の上司が出版社の方に絵本作家になりたい子がいてっていうのを伝えてくださって、はい、そこでコルプ出版さんの編集の方と知り合うことになりました、はい、なるほど、コネクションを作れるってことなんですね。そうですね。今振り返るとなってた方が良かったですか。なるしかなかった。企画を出版社に送っても返信がなかったりとか、返信があっても見送りとさせていただきますっていうお返事が来たりとか、何回もそうですね。そんなに厳しいの、絵本作家って。昔ながらの絵本がずっと根付いているジャンルなので、そこを超えていかないといけないっていう。ロングセラーだと圧倒的に売れているのがグリとグラですね。知らない人いないんじゃないですかね。ちっちゃい頃お母さんから読んでもらったから、私が母親になった時読んでもあげたいっていう本ですよね。グリとグラの出版年月日とか。出版年月日、え、1963年って書いてあるじゃん。スリーブ数を見てください。2022年6月1日第240スリって書いてあるだから新人に厳しいんだ。そうです。他のジャンルよりも昔の絵本をずっと読むっていう特殊なジャンルかなっていうのはすごく思いますね。児童書の売り場の中で定位置があるんですよ。グリとグラの定位置っていうのは。さんまさんだ、芸人の世界だとさんまさんだ不動の。そういうロングセラーの絵本がいくつかありまして、自動書売り場の中のロングセラーを占める割合が3分の1とか半分とかになっちゃうので、そこから新しい絵本とか置いていく、かなり限られているので争奪戦になります。そうですよね。新人絵本作家たちの作品が並べてもらえるってなかなかないことになってきちゃうんだ。限られてますね。ちなみになんですけど、かくれんぼハウスへようこそどこに置くんですか。西口の自動書の売り場の中の一等地に新人さんの中でも売れてる本ってどんな本なんですか。一つ目がリンゴかもしれない、吉武信介さん、ブロンズ新社ですね。男の子がある日学校から帰ってくると、はい、テーブルの上にリンゴが置いてありました。でもこれはもしかしたらリンゴではないのかもしれないっていうところから物語が始まっていくわけです。面白そうだな。もしかしたら大きなサクランボの一部かもしれない、それか中身はブドウゼリーなのかもしれない、あるいは剥いても剥いても皮かもしれない、僕から見えない反対側はみかんかもしれない、ひょっとして
赤い魚が丸まっているのかもしれない。これめちゃくちゃいいですね。発想絵本という絵本で、はいはい、子供たちの想像力を豊かにする絵本になりますね。読み終わった後ももっともっと想像できるんですよ。この他にこうかもしれないっていう。ちなみにどうですか、僕の読み方。もうちょっと抑揚をつけて。あ、すいません。続いてがパン泥棒、柴田恵子さん、角川から出ている絵本になります。はい、いいですね。一発目からパンチありますね。町のパン屋からささっと飛び出す一つの影、パンがパンを担いで逃げていきます。俺はパン泥棒おいしいパンを探し求める大泥棒さん。むちゃくちゃですもんね、言ってること。パンがパンを泥棒するって。そうなんです。ここから世界一おいしい森のパン屋さんに出会うわけです。これはもう盗まないと。特技の早足の術で気づかれないように移動していくわけですね。そうなんです。やっと自分のお目当てのパンが手に入りました。いいっすね、成功しましたね。成功しました。パク、早速大きなお口でいただきます。まずい、ぶっ飛んでんなこの絵本。でまずいからいろいろあって、なるほど、最後そのうちですか。これすっげーな、恵子に会いたいな。柴田恵子さんは他社のいろんな絵本を出してまして、ヒットを飛ばしている方ですね。これを見てる柴田恵子先生、ぜひお会いしたいです。最後に紹介する絵本が、はい、大ピンチ図鑑、鈴木のりたけさん、小学館から出てる絵本になります。はいはい、大ピンチを知ればいつ大ピンチになっても怖くない。この図鑑は世の中のさまざまな大ピンチを順番に紹介します。なるほど。牛乳がこぼれた、これは大ピンチだ。どのくらいの大ピンチ？大ピンチレベル29。さらにもったいないからすすって飲むことにして、ズズズズズビシャー、頭でコップを倒してしまった。そうするとまた牛乳がこぼれた、大ピンチレベル36。ゲーム機持ってて充電ができてなかった、大ピンチレベル22。大ピンチレベル70がお腹が空いて動けないです。全然。トイレの紙がない、大ピンチレベル74。プレゼントを忘れたは大ピンチレベル95だな。最後がいいんですよ。あー、いいですね。最後めちゃくちゃいいオチですね。そうですね、これはもう言わないときましょう。はい、ちなみに私の大ピンチレベル100は小学校1年生の時、田んぼで箱揚げをしていたら声だめに顔まで埋もれたです。絵本は紙がいいんですよ。と言いますと、絵本は紙でめくって読むっていうのが大事なんですよ。例えばカバーを取ると絵本は硬いわけですよ。はい、子供が安全に読めるようになっていて、はいはい、開くと見開きがすごい可愛いんですよ。ちょっと待ってください、この人又吉派閥の人だな。見開きになっていて、そこからどんなお話が始まるんだろうっていうのが始まるわけですよ。はいはいはい。で、表紙があって鍵があって想像するんですよね。そうなんです。私もそこら辺で又吉さんから学んでるんですよ。ここで一杯コーヒー飲むんですよね。そうですね。絵本って可愛いんですよ、この見開きとか。見開きから映画みたいな感じなので、はい、紙のページをどんどん進めていく、はい、PDF とかだと指でこうやるだけじゃないですか。はいはいはい、やっぱり子供はめくっていくと、はいはい、どんなお話が進んでいくんだろうっていうところがやっぱり絵本の楽しいところなので。じゃあ編集の方にも紙でプレゼンするんですか。紙です。ラフを紙で作って実際見てもらうんですよね。一回では通らないんですよ。ダメ出しを受けて直してもう一回見てもらってっていうのを繰り返して、やっと企画会議に通せそうだねっていうことで出してもらえる感じですね。どういうダメ出しなんですか。例えばかくれんぼハウスの方だと、これが最初のラフです。へー、そんな感じなんだ。このラフの時には猫が大きかったんですけど、はい、子猫にしてほしいとか、はいはいはい、あとはラフの時はかくれんぼのところが1ページだったんですね。はい、直した結果見開きに。あー、なるほど、俯瞰的に広く見れるように。そうですね、何回も何回も繰り返していってできるっていう感じです。じゃあそんな絵本作家の沼野真紀さんの実力を試したいと思いまして、30秒でぶっころってかけたりしますか。はい、よーい、スタート。このチャンネルで一番早く書き終わるのはマニタさんですからね。5、4、3、2、1、ストップ。お願いします。おー、やっぱりやっぱすごいっすね。ブックロで絵本書いちゃおうよ。よろしくお願いします。お願いします。